じゃあそれでは皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、うん、アウトドアや、まあ、車中泊なんかでね、うん、きっと役に立つんではないだろうかっていう商品を紹介したいと思うんですけど、うん、まあ僕たちはですね、カヤックデイキャンプとか、うん、あと、まあ、デイキャンプとか、うん、あと釣りとか、うん、で外でね、カップラーメンとか、まあ、うどんとか、うん、そういう汁物系を食べるっていうのは結構多くて、うん、でその時にですね、やっぱり残った汁っていうのの処理をね、まあどうするかっていうのがね、まあ難しいんですよ、うん、外ではね、うん、皆さんは外でね、汁物系を食べる時、うん、その汁の処理どうされてますか、うん、まあ全部飲む系、うん、どっかの、まあ、排水口とかに流すとか、あと、まあ、そのまま中に入れて持って帰るとかってあると思うんですけど、うん、やっぱりね、最近このコロナの影響で、うん、アウトドア の人口っていうのが結構増えてきてて、うん、まあ、それにね、比例して、うん、やっぱり、まあ、ゴミ問題とかあると思うんですよ、うん、それでそのキャンプをした場合の、うん、まあ、そういうゴミの処理、食べ物の処理ですね、うん、持って帰れるのは持って帰れるんですけど、うん、汁物系ってなかなか扱いって難しいじゃないですか。難しい。で、そういった汁物系って、まあ、塩分がね結構やっぱ多くて、うん、でその塩分って植物にとってね結構影響でかいらしいわ。あ、そうなんだって、うん、だから、まあ、その食べたものの汁はなるべくそのこぼしたりとか、うん、まあ、草木に影響のないような形で持って帰れたらいいなということで、うん、まあ、今回素晴らしいものをね、うん、発見しまして、はい、はい、高吸水樹脂。そこに書いてあるじゃん。あ、本当だ。それがこちらになります。じゃじゃーん。そのじゃじゃーんっている、ちゃちゃーん。ニューソープちゃった、ニューゾーブという商品になります。はい。でこちらはですね、うん、高吸水性樹脂というもので、うん、結構ね生活の周りにあるんですよ。そうなの。うん、そうなんですよね、うん、まあ、びっくりすることに、はい、まず身近なものが、まあ、おむつ、うん、はい、うんうん、水を吸うじゃないですか、うん、なんかおむつとか、うん、あとね、なんだろう、であとね、うん、保冷剤、保冷剤、これになんか水含まして、うん、ちょっとこうトロトロにした感じのを保冷剤として使えるんだって、うん、あ、うんうんうん、であと意外なのが、うん、芳香剤で、そのトロトロにする状態が、まあ、もうちょっとトロトロにならないぐらいの加減なのかわかんないんですけど、うん、例えばそのアロマの匂いのする液体を作って、うん、これにこう入れるじゃん、うん、でそれこれが吸うじゃん、うん、で吸うとその中に水分が、まあ、含まれてる状態になるよ、うん、でそれがしばらく匂いを放つんだって。で芳香剤としてでも、うん、使えるみたい、うん、そう。であと、まあ、携帯用トイレとか、うん、にも使えるから、うん、アウトドアでね、これをなんかカップに入れて、うん、まあ、その塩とか砂糖とかと間違えないような形で、まあ、保管して、うん、そういういろいろ、まあ、汁物系に入れたりとか、うん、まあ、いろいろ、まあ、想定というかいろいろ考えられるじゃん、使えるシーンがさ、うん、みたいな形で、まあ、使ってる方が、まあ、ちらほらいらっしゃいます。へー、そうなんだ、うん、大容量だね。そう、容量、うん、何本だったっけ、この大きさで、うん、1キロあるんですけど、うん、これで1480円、Amazon でね、はい、まあ、今のこの撮影してるこの現時点で、うん、1480円です、うん、で、カップラーメンとかだったら、まあ、中にカップが入ってるのかな、入ってるのかちょっと分かんないんですけど、入ってる感じではなかったね、うん、しないね、うん、入ってない。大さじのスプーンで、うん、多分2杯も入れれば全然足りるぐらいだと思う。そうなんだ、うん、そんだけで足りるんだ、うん、多分ね、うん、ちょっとまあやってみないと分かんないですけど、うん、まあとりあえずやってみようよじゃあ、うん、ということでですね、うん、今
僕たちまだ夜ご飯を食べてないんですけど、はい、今夜の夜ご飯はカップラーメンになりました。はい、なりました。嬉しい。ね、よかったね。作らなくていいからいいよ。はい、ということで、はい、ちょっと今からね、夜ご飯を食べて、うん、カップラーメンですけど、うん、食べて、で、その残った汁をですね、はい、これで吸収して、うん、まあ、どのようになるか、ちょっと試してみようと思います。うんうん、はい。それでは、やってみましょう。いただきます。いただきます。ここはもう普通に夜ご飯です。うん、ビールもいただきます。乾杯。乾杯。どんべい美味しいよね。うん、アスパラ美味しそう。はい、あ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、食べ終わって今汁が残ってる状態なんですけど、はい、これにですね、さっきのですね、うん、高吸水樹脂をね入れて、まあ、どういう風になるか試してみようと思います。はい、それでは早速いきましょうか。うん、スプーンいる？スプーン入ってないだろうね。いや、入ってないよ。で、これは、やっぱり膨らむから、うん、子供の手の届かないところに置くようにしてくださいっていうことでした。ああ、そうなんだね。うん、やっぱり危ないって。うん、で、まあ、もちろんね、水道とかには、うん、水道っていうか、流しとかで流したらダメ。うんうんうん。詰まるよね。うん。白？色はやっぱり。うん、お、本当だね。本当塩みたいな感じだ。うん、中身はこのような形で真っ白です。うん、なんかグラニュー糖とかさ、粒、そうだね、うん、大きめのやつに似てる。うん、本当だ。グラニュー糖粒大きいよね。うん、このね、100均のスプーンが家にあったので、これを乳装部専用のスプーンとして使うと思います。まあ何でもいいと思うんですけどね。うん、使わないから できればみんなが持っているようなスプーンが一番いいんだろうけどね。何倍でこんぐらいの硬さになったよとかっていうのができるから、うん、まあ、ちょっと今回ちっちゃめですので、うん、まあ、多めに入れてみようと思います。はい、いいですか？どうぞ。じゃあそれでは早速いきます。1杯2杯3倍で、そ、3倍でいいんじゃないの？一回止めてみる。うん、で、4つぐらいいただき方がいい。だから両方変えればいいじゃん。だって汁の量ちょっと違うもん。ああ、ほんとだね。確かに。とりあえず今3倍。うん、ちょっと少ない気がする。どのぐらいでそもそも固まるの？それはわからないの？あ、結構固まるよ。ほら、どん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 膨らんでいってるよ。ああ、ほんとだ、ほんとだ。ほらほらほら、わあ、ほんとだ。めっちゃ膨らむじゃん。結構少ないよ。すごい、わかるわ。ねえ、わかるわかる。カメラでもわかるはず。あー、ほんとだ。あー、ほんとだね。おむつのほんとポリマーだね。そうそうそう。おお、少なくていいんだ。だいぶ膨らむね。だってさ、うん、これだよ。まあこれ思いっきり大さじで入れたけど、大さじじゃなかった、大盛りで入れてたけど、うん、これ3杯でしょう。うん、でもすごい浅いよ、このスプーン。だけどもうほら見て、本当だ、まあ、汁気はまだちょっとある感じ。これ便利だね。ね、これいいでしょ。これ便利。あー、すごい。下の方はちょっと汁気が、あ、もうだんだんなくなってきた。うん、あ、汁気はもう全然ない。ない。ない。
一杯分の量は買えないでね。こんぐらい。うん、そんぐらいだった。いい。こんぐらい入れますね。うん。じゃあちょっと。のんべんなく。で、ちょっとゆっくり混ぜるね。もう本当はない。なんか1分ぐらい混ぜた方がいいとかなんとか、どっかで見た。あ、そうなんだ。さすがに1杯だけじゃ厳しいか。いや、さっきと同じぐらいの量。はい。1回目とね。わあ、すごい。もう早速、うん。ちょっとさーっと混ぜて。もう膨らんできてるよね、うん、膨らんできてる。それではですね、先ほどのこのどん兵衛の汁をね、あのスプーンで2杯入れた方、うん、さらに3分ぐらい置いてみました。まあ、するとこんな感じですね。もう汁気は全くありません。もうこっちは完全にない。うん、完全にもうこっちの方がないね。サラサラっていうか、もう全然汁気はない。だから、まあ大さじで言うとどん兵衛ぐらいのこの汁の量だったら、うん、多分一杯あれば大丈夫かもしれない。大さじね。大さじ1杯、うん、大さじ1杯で、まあ、ちょっと少ないかなって最初思うと思うんですけど、うん、あの時間を置くとより1杯するね、うん、そうだね、うん、だからまあどんぐらいだろうな、 3,4 分ぐらいは置いててもいいのかな、うん。だからさ、食べ終わって一時すぐには帰らないんだからさ、うん、もうそのまま一時置いといて、うん、帰る時にも袋に入れるっていう感じで全然構わないと思うよ。いい、ね、でもこっちの2杯入れた方も全然汁気はなくて、うん、もうこぼれるとかもう全然ないですね、うん、だからこのまま多分もう袋に入れて、まあ、燃えるゴミで持って帰れると思います、うん。それではですね、あの高吸収ポリマー、うん、まあ、高吸収樹脂、うん、まあ、試してみたわけなんですけど、どうだったでしょうか。すごいね。使えると思うよね、まあ、うん、僕はすごいと思う、うん、いろいろ使える、まあ、アウトドアに行くんだったら、まあ、あの小分けにしてさ、まあ、ジップロックとか、うん、その間違いないような形、うん、他の何かと間違いないような形で、うん、まあ、持って行ってれば、まあ、何かとね使えるんじゃないかなと思います、うん。で、大さじ1杯ぐらいで、まあ、およそどん兵衛いけたんで、うん、まあ、どん兵衛がいける量だったら他のカップラーメン大概大さじ1杯でいけるよね。うん、いけると思う。あれより汁多いのってあるかな。まあ、大概あんなもんだよね、うん、あとはもう大盛りとかね、そういうのはちょっと違ってくるかもしれない。あ、そうね、うん、まあ、大さじ1杯か、もしくはまあ 1.5 杯ぐらいだったら、まあ、大概のものはいけるんじゃないかなと思います、うん。で、その汁物のね、燃えるゴミとして扱えるんで、まあ、固まったやつはもうあのゴミ袋にポイって入れるだけでいいからね、うん、まあその自然も傷めないし環境にも優しいということで、うん、まあ、ぜひね皆さんよかったら試してみてください。はいはい、はい、それでは、うん、今回の動画がよかったら、うん、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。わかった。
so much easier then. Take me back to those easy summer days.